実質的にはこの5人衆と塩谷さんと森さんの中で物事を決めていく、それが派閥運営だったんじゃないですかその後、決まった中で、私自身がそれに立ち会ったとか関与したとか、あるいはその会合に出たということは全くございません、どこでどんな形で決まったかは、私自身は全くわからない。森元総理とのから 下村氏が森氏についてどのような発言をするのかが注目されましたが、下村氏はキックバックの復活についていつ、誰がどのように決めたか知らないと述べるにとどめ森氏の責任などについては言及しませんでした。